それでは10時になりましたので、私たち52自治体の首長の、小池都知事に対して、出馬要請をしたという件について怒る都民有志として、スタンディングを始めたいと思います。先月5月28日に都内の52の自治体の首長たちが揃って小池都知事に対して7月7日に行われる都知事選への出馬要請をいたしました。そのことが報道されるや、そうした自治体首長たちの出馬要請に対して小池都知事サイドからそうした要請を要請したのではないかという報道がありました。現職都知事がその立場を利用して公務員としてその立場を利用して自らの出馬に対して各自治体の首長に何らかの打診なり依頼なり圧力をかける、これは公職選挙法に違反するのではないか、そうした趣旨のもとに私たちは山下幸男弁護士を通じて、刑事告発をするということに、至りました。大変絶大な、権力を持つ、都知事が、都内の、自治体首長に何らかの、働きかけを、するということは、これは首長たちに踏み絵を踏ませるようなものである。選挙は公平に行わなければなりません。私たちはこうした事態を黙って見過ごすわけにはいかないと思います。公務員の地位を利用した公職選挙法違反、このことを徹底的に追及していきたいと思います。今日午前中に山下幸男弁護士が、告発状を、東京地検に提出いたします。しっかりとこの事態を見守っていきたいと思います。それでは今日参加されている都民の皆様から、ご発言をいただきたいと思います。最初に藤田さん、お願いしていいでしょうか。私は150人以上もの告発人の一人に代わってこの問題を訴えさせていただきます。最初は報道を見たときは私の東村山市の市長もこの要請に加わったものですからそちらに対して怒りがありました。しかしいろいろ調べていくとこれは区の一部の有志が出馬要請を持ちかけたところ、それに対して小池サイドから支援をしてくれるのかという打診があって、それを区長会市長会に持っていって、その区長会市長会の席の議題が終わった後の延長で、皆さんに働きかけたと、その取りまとめをさせたということを知って、逆にこの踏み絵を踏まなければならない立場にあった区長市長以上にそのような職権を乱用して踏み絵を踏ませるように圧力をかけた小池都知事そのものにより怒りを感じました。その時点で、蓮舫氏はまだ出馬を公表表明しておらず、本当に対抗馬がいない中ほぼ小池都知事が3期目をやるというところでこのようなことを要望された首長さんたちも非常に辛い決断を強いられたのではないかなと思います。
このような職権乱用を私たちは市民として見過ごすことができないと思います。それでは次に、世田谷から参りました滝と申します。私も本当に怒りを持ってこの告発者に名を連れさせていただきました。それは今の日本の政治の中に、私たちの政治であるはずの政治が行われていない、私たちが自分たちの社会あるいは生活を預けさせ先としての政治家に倫理観がない、もし小池都知事が自分で立候補をしたい気持ちをお持ちなら、ご自分で正々堂々と立候補なさればいいだけです。それを人が私を応援しているから、皆さんが私に出てと言っているからっていう絵を作って、それに自分の地位を利用したとしか思えないような、先ほどお話があったように踏み絵を踏ませて自分に対しての支持を取り付けて、出ざるを得ないから出たのよっていうような、そういうことをして出るものでしょうか。私はそこがおかしいと思っています。誰でも政治家は自分の心の中の正当性と倫理観の上に立って正々堂々とした政治をしてほしい。この都知事選は私たち官民がどこまでバカにされ続けていいのか、おかしいことにはおかしいと言っていいことになるのか、踏み絵を踏まされた市長区長たちに代わって市民の立場から告発をしなければならないと思うようになりました。幸い世田谷区長はその要請に応じていません。でも要請に応じなかった区長市長の数の少なさ、それが今の日本の社会状況の縮図のように見えています。どうぞ皆さん心の中の声を持って自分の一票を大切にしていただきたいと思います。以上です。日野在住のものです。日野の市議会議員にも今回の起こったことを、報道されたことの詳細を公開してくださいということを請願として出しましたが、不採択となりました。やっぱり、やっぱり公職についている人たちのそういう私たちの目に見えないつながりというのがもうちょっと透明化してもらいたいっていう気持ちがすごくあります。そして都議の方もその答弁を求めたら退席させられるとか、やっぱり答弁に答えないとか、小池さんのそういうここずっとそういう姿勢が貫かれているんですが、それはやっぱり言葉を封じられる、自分たちの意見は言えないという、そういう民主主義って言われるものの根幹、やっぱりそこが保障されなければいけないと思いますので、小池さんのそういう姿勢はすごく疑問視されるし、今回のこの52の首長がこれに出馬要請させられたっていうこのことに関しては、やっぱり大きな大きな問題としてみんなで大騒ぎして、もうこれは絶対おかしいよねっていう、やっぱり首長だけでは全然動かないということが分かったので、たくさんのもう東京都以外の人たちも大騒ぎしてもらえれば嬉しいなと思いながら、告発人の一人として名を連ねさせていただきました。こういう場を設けてくださってありがとうございます。
黒区から参りました区民です。目黒区も52の首長の一人です。それで、区議会にもかけずになぜ小池都知事に出馬要請をしたのかという抗議文とともに、情報開示請求をしました。でその回答は、行政運営上の行動ではなかったと、つまり個人の行動であったという、まあ、定番の返事でした。でもちろんそれで納得できるものではありません。でその目黒区長もそうなんですけれども、やはり小池都知事も公人としてまずどういう行いをすべきなのか、で小池さんの場合は本当に自分のことをよく見せることをまず一番にすると、でその行動の表れがこの一つだと思います。で、うちの区長も残念ながら自分の公人という立場を考えずに、個人で、まあ、その要請をした52の首長の中の一人として名を連ねてしまったということは本当に反省してもらいたいと思うんですけれども、本当に何が大事なのか、パブリックサーバントじゃないんでしょうか、小池さんもそれぞれ52の首長もということで、私もきちんとその怒りを伝えたいと思い、自市民として、今日ですね150人以上が原告となるということになりました。その一人として連ねさせていただきました。そうです。文京区在住の、ものです。今回の出馬要請がありまして、ちょうど6月の文京区議会が開かれる、ところだったので、区議会に対して、今回 の, その出馬要請の、ま、経緯と、あとは、ま、7つの公約小池さん挙げてると思うんですが、ま、ゼロで、7つのゼロですか、を挙げていても、公約すべて達成できていないという状況の中で、なんで小池さんのことを支持されるんですかというような内容で、区議会で説明してほしいというような、区民の声というのを提出したんですけれど、まあ、結局区からの回答としては、区長に確認したところ、まあ、皆さん先ほどからおっしゃってる通りで、一政治家としての活動であったと、あとは区としては何ら関与していないという、もう本当に定型文みたいなメールが返ってきたきりでした。で、やっぱり今回いろんな人が、出馬要請じゃなくて、応援要請だったよとか、あとは小池さんが言った言わないとかっていう話が、まあ、いろいろあるんですけれど、やっぱり一つ確実に言えるのは、都知事がものすごくこう強大な権力を持っていて、都下の、区と市に対して、まあ、絶大な権力を持っていることは、まあ、揺るぎのない事実であると。で今実際その、まあ、予算編成以外にも、人事ですね、都の、職員が実際副区長ですとか学務長とかっていう結構重要なポストについていらっしゃるというのが、あります。でこれ、お金も人も引き上げられちゃったら本当に区政が成り立たなくなっちゃう、市政が成り立たなくなっちゃうという状況の中で、まあ、市民の、生活を考えれば、まあ、首長の方々も要請せざるを得なかったのではないかと、まあ、こういった踏み絵をですね、踏ませる、もう地方自治の破壊ですよね、これ。本当に怒っていいと思います。先ほどもおっしゃっていた方いらっしゃいますが、本当に都の問題だけじゃなくて、もう全国民が怒っていい、全国民が注目していい、非常にひどい問題だと思います。ので、ちゃんとマスコミの方にも継続して、行動していただきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずご周知の通り、5月28日に都内52市長による小池都知事の参戦出馬要請というものが行われました。その後5月29日に調布市の長友市長が記者会見で、区長有志が知事に出馬要請をした。それを受けて、市長有志ではいかがかという話が小さいところからあったというような発言がございました。
その後5月30日には日野市長も、ほとんど同じような内容で小池都知事側から我々市長に、支援してくれますか、支援してくれますかという打診があったというような、お話を、されています。その後5月31日、小池百合子都知事が記者会見で、知事サイドから支援したのか、知事サイドから支援を依頼したのかというですね、質問に対して、知事サイドの意味がよくわかりませんけど、はっきり申し上げると私からの依頼はしておりません、と説明されております。その後、6月6日、6月6日にですね、私たち、が52市長による小池都知事への出馬要請に怒る都民有志が記者会見を都庁記者クラブで行わさせていただきました。この時は29の区市村で住民が抗議文や質問状を地元自治体に提出する動きがありますよということを報告させていただきました。その上で仮に小池知事から働きかけがあったのであれば公職選挙法に抵触する可能性もあり、刑事告発も視野に入れているというふうに、ご報告させていただきました。その後ですね、いろいろと私たちのネットワークで、質問状なりの回答が得られまして、あと議会での動きもありました。6月17日は国立市の議会で、国立市から小池都知事の、都知事選出、知事選出馬要請の取り消しを求める陳情に対する総務文教委員会での審議で永見市長が三玉のある市長のところに小さいどから出馬したら支援していただけるのかという打診があったというようなお話、証言が出ました。昨日6月25日には東村山市議会においても、渡部市長が答弁の中で、都知事の周辺からある市長に対して出馬した際には玉の市長さんたちからも支持をいただくことは可能なのかという打診があったというようなお話がされています。このような形で、複数の、市長から、小池都知事サイドから、今回のこの参戦出馬要請の打診があったというような証言が得られましたので、今回5月ということになりました。はい、じゃあその内容については山下先生の方からお話しいただきたいと思います。はい、今日告発しようという書類の一部集約することがありますけど、基本的にはほとんどそうなんです。で、今日本当はですね、提出した上で告発する予定だったんですけど、今回、ね、あまりにもちょっと告発が多くてですね、ちょっと反抗したりとか、そういう作業に時間がかかるので、ちょっと今日入院に行かれなかったので、この後、ただすぐにですね、何か早く告発したり、提出したいと思いまして、提出をしましたら、幹事社の方にお願いさせていただくということになります。で、今話がありましたように、基本的にはいわゆる地位利用というですね、公職選挙法が禁止されている地位利用だったということで、今回告発をさせていただきます。先ほど庄司市長ですね、それからあと日立市長と、あと東村山、はい、3つの名前があったんです。今回時間の関係もありまして、庄司市長に対する働きかけが地位利用に当たるという形で告発事実を公表しております。で、3ページあたりの真ん中、4番あたりですね、この法律の規定はですね、公職選挙法136条2という規定がこの地位利用について規定しているところでございまして、そしてですね、これについてはなんか立候補する前の方も含めているわけであります。その上で、これに反した場合には、ですね、公職選挙法の239条の2の第2項によって、2年以下の禁錮または30万円以下の罰則という罰則が規定されているところでございます。で、今回ですね、一つはやはりうちの本人というですね、小池さんは否定をしているようですけれども、少なくとも働きかけといいますか、そういうものを出してもらいたいと。で、それについてもいろいろと、全部が50人ですけれども、約8割にあたる50人の市町村長が出したわけですけれども、10のですね、市町村長は出していないということがございました。で、基本的にはやっぱりその小池さんの側、これを小池細部からという言葉をよく使われていますけれども、基本的には立候補する予定の方は小池さんなので、基本的には小池さんの側ということを多分私たちは考えていますが、小池さんの側からですね、各東京都の市長、村長会ですね、に対して、
5月事実の中では、一応はそのですね、5月17日開催の東京都市長会というような役員会とか、5月24日開催の東京都市長会という、そういう 会議の、まあ、間といいますか、その後といいますか、その後に、まあ、小池さんが、小池さんが、まあ、その各市町村長に対して、こういう要請をしたということで、あるというふうに考えておりまして、これ自体はやはり、例えば、皆さんご存知だと思いますけど、2ページのですね、3番手に書いていますが、この要請があった直後というのは、同じ日にですね、これね、この鈴木さんという都議の方が、これ、ツイッターでですね、こういう、事前に情報を寄せられていたと。で、これは、東洋政府に名前を連ねるような時代があったと。ある自治体の市長が賛同しなかった場合でも、報復を恐れて受け入れざるを得ないと。まさに不倫ですよ、ね、ことを、まあ、ツイッターで書かれたということがありました。で実際には、東京都というのはですね、大変の、その驚いており、それは4ページのですね、4ページの4行目で書いてますけども、東京都ですね、東京都知事ですから、東京都の予算、その他資源を配分する強大な権限を持っていると。また東京都職員の人事権を主張しているところでございます。で、年間予算、東京都の年間予算は約13兆円というふうにして、国家予算、インドネシアの国家予算に匹敵するというふうになっています。また非常に裁量はですね、巨額の予算の裁量権を東京都知事が持っているということです。また職員の数ですね、16万人というふうになっています。またこの鈴木都議の要求によりますと、規模が小さい自治体には、副市長とか部長などの幹部クラスの都庁から職員を派遣して行われているということがあります。このような強大な権限を持っている東京都、小池さんがですね、がそういう働きかけをすると、それによって要するに、自分の質がすることを全部してるんですが、それを自分をですね、貢献させるためにですね、そのような動きをさせるという。ということを働きかけて察するということは、やはりこれは地位を利用して行った選挙活動であるというふうに考えられるということから、これは政治家に対するということで、衆院からでは、政治家したいということで、告発を提出したという経緯があります。告発に関して言うとですね、皆さんご存じのように、これは代理が認められていないので、弁護士の場合、例えば自分自身が告発になることもありますけれども、そういうこともできる、誰でも告発になることができるので、ですけれども、今回は市民の方々が告発になるということで、表紙のところに大沢さん、今の大沢さん、ほか178って書いてますよ、正確に177、ちょっと1人、すみません、減りまして、177名でですね、結構計で178名の方が、今回告発にということで、連絡しております。そして東京都の方は、この各地以外の、東京都以外の方も含めてですね、多くの方々が、に対して、告発にして、名前を連ねているところでございまして、大変この問題について、やはり関心が高いということと、どうしても今回、この件については、どうしても、処罰を認めたいという、そういう気持ちから、告発になったということでございます。で、先ほど言ったように、この後、なるべく早く、国政事件国葬で、直接かかり、投資を予定します。高田恵子と申します。調布市に在住しております。仕事は建築の方の仕事をしていますけれども、事務所があるのが渋谷区ということで、神宮外苑の開発に関しては非常に高い関心を持ってこの間臨んできました。都民の声を聞くということで行われました関東市議会の意見を述べさせていただきまして、元領の方ということを非常に確実に取り組んできています。長友市長が審議してきた質問なんですけれども、ちょっとテレビで補助に行かれた姿を見て、かなり残念なことをしました。
田雅美と申します。東村山市在住で会社を経営しております。今回私もこの東村山市長に対して、抗議文と情報開示請求をさせていただきました。で、最初はこの君こういう要望に名前を連ねた首長というのに対して頭に来ていたんですが、いろいろ関わって情報を集めているうちに、やはり多摩の市っていうのは都に比べたら財政力が弱くて、市町村総合交付金というものを頼らざるを得ない状態にあります。また東村山市は副市長が東京都から派遣されております。このような状態の中で、市長会で話があった24日はまだ蓮舫氏が出馬表明してなかったので、もう対抗馬がいないから3期目の小池都知事はもう確実視されていた中で、やはりここで踏みを踏まないざるを得ないということもあったのかなと思いまして、逆に踏みを踏まされた副市長さんたち以上にこういう職権を使って圧力をかけた、踏みを踏ますようなことをした。そしてこれは、自作自分の方から支援をしてくださいと市長会区長会に話を取りまとめさせておいて、その要望を受けてシャーシャーと受けて、じゃあでもその後出馬要請をした、その自作自演という茶番ですか、これを行った小池都知事に対して今大変怒っております。以上です。世田谷から参りました滝と申します。私は今回の問題は日本の政治に倫理観が欠けていることの一つの大きな表れだと思っています。都知事はもし立候補なさりなければ正々堂々とご自分でお立ちになればよいだけだと私は思っています。それを皆さんが私に出てほしいって言ってるからっていうようなことを家を踏ませるような、あるいはご自分では直接おっしゃらないようなルートを確保した上で、そのようにこう組んでいかざるを得ないような構図を作った上で、みんなが言うからしょうがないけど私やっぱり頑張るわみたいな、そういうことで立候補する姿っていうのに本当にがっかりしたんです。おかしくないですか。そんなことで私たちの暮らしとか社会とか預けられないと私は思ってとても怒っています。で、幸い世田谷区の区長は反対してその輪に入りませんでしたけれども、その人数はとても少なかった。なぜ加わらずにいられる人が少ないんでしょうか。そのこと自体が私たちの社会に倫理観と公正さが失われていることの表れだと私は感じています。それは私たち自身の問題でもあると思うので、一市民であっても声を上げなければいけないと思うに至りました。こんなことは私だって好きなことではないんです。自治体の市長の立場っていうのは誰のためにあるんでしょうか。政治家っていうのは誰を見ているんでしょうか。狭い範囲で見渡しているからご自分たちに恥ずべき行動が見えなくなってるんじゃないでしょうか。都知事選は今注目を浴びています。私たちだけではなくて世界中が注目している部分がある。それは日本のここのところの社会政治全体に対して倫理観と公正さが失われていることに危機感を持っている人が多いからです。私たちの目は自分の周りだけにはよく注がれるけれども、
もっと大きい世界から私たちがどう見られているのかということも考えなければいけない。今回のことは一自治体あるいは地方自治の中の小さい問題ではなくて、根っこは今起きているいろんなことにつながっている可能性があると私は感じています。そして私たちがどういう選択をするか、どういう声を上げるかっていうことが、私たちが暮らすこの日本の首都東京から多様性と人権を取り戻して、私たちが生きていく次の時間を作り出していくことができるかどうか、そういうことの一歩になるんじゃないかと思って、ものすごく勇気を持って私は今ここに座っています。皆さん心の中には声があると思います。日本の政治が倫理観を失っているかもしれないけれども、政治家の中にも倫理観を持って政治を行っている人たち、それから日本の人たちっていうのは倫理観が本来はとても強い人たちだと思っています。心の中の声が安心してあげられるような、そういう社会になっていってほしいと、私は自分の子どもたち、その次の世代のことを考えてここに座っております。以上です。文京区在住の菅谷と申します。今回の出馬要請を受けまして、文京区議会への要望書を送っております。区長が、区議会も通さずに出馬要請をする権限があるのか、またどのようなプロセスで出馬要請がなされたのか、そしてなぜ7つの公約を一つも実現できない、小池都政を、支持するのか、6月の文京区議会でご説明いただきたいという要望を出しました。でこれに対しまして、区長は、政治家一個人の立場で、政治活動として行ったものです、区としては一切関与しておりませんと、まるで定型文みたいなメールがペロッと返ってきて終わってしまったという状況で、非常に怒っております。で今回の出馬要請なんですけれど、応援要請がいつの間にか出馬要請になっちゃったとか、小池知事は なんかそんなこと言ってないよとか、いろいろ聞こえてきております。ただ一つはっきり言えることは、先ほどもご説明あったんですけれど、やっぱり都知事っていうのは都下の区および市に対して非常に強力な権力を持っているということは事実です。で予算編成はもちろんのことですけれど、人事権、文京区でも都の職員の方が要職についていらっしゃいます。で 副市長ですとか、教育長だとかっていう要職に派遣されているという状況があります。でこういった都からのお金ですとか、人がいきなり引き上げられてしまったら、市区の運営に大きな影響が出る、もうちょっと成り立たなくなっちゃうという状況があるんですよね。で結局その市民の不利益を被ることは避けたいという、市長さんおよび区長さんの気持ちを逆手に取った、これはまさにですね、地方自治を破壊する踏み絵だと思っております。非常に我々も怒っております。で私たちはですね、こういった強大な権力を持ってしまった小池都政から、私たち市民の都政を取り戻すために今回刑事告発の告発人になりました。で、短い間ですが、先ほど発表ありました通り177人もの告発人が集まったということで、ただもっと怒っていいと思うんです。これ東京都だけの問題じゃなくて、本当に先ほど来お話ありましたけれど、日本の政治どうなってるんだよっていう話だと思うんですよね。もうみんな怒っていいと思います。でここにお集まりいただいたマスコミの皆さん、本当に心あるマスコミの皆さんだと思うんですけれど、この出馬要請問題をはじめとして神宮外苑の再開発ですとか、プロジェクションマッピングとか、もう数々の小池都政の問題、本当に諦めることなく私たち市民と同じ熱量で追及して行動し続けていただきたいんです。本当に心からよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。記者から質問させていただきたいんですけど、告発人の人数の関係でもう一回確認します。大沢さんとか177、はい、そうですね、ということで合計で178人、はい、あと今回は調布市、調布市長に対する告発ということですけど、昨日ですと事情としては書いてあります。
けども、あとりあえず明確な明確な意味において、はい、あとまあ時間的にですね、あのさっきあったようにギリギリ最近になっていて、ギリギリだけタイミングで通ることがあったので、はい、準備する感じでちょっと間に合わなかった。まあこちらとしてはとにかく一つの方位を捉えて、また、まあ、確実なところですかね。そういう意味では調布市長で、この方は実際その後実は発言もされて、あのテレビの発言をした方です。まあ、一番分かりやすいというか、明確だということで、これのところを一つ絞ったということで、ね、事情としては2つのお迎えです。拡張する、こうやっていや、今のところは、とりあえず。各社から以上です。はい、各社からお願いいたします。すみません。東京新聞ですけど、山下先生、はい、ちょっと枯渇に入って私は入ってないです。私は、まあ、自分で一番最後から言うんですけど、基本的にあのさっき言ったように、あの、まあ、ちょっと弁護士が自身が告発になることができる、そういう場合もあるんですけど、今回あくまで市民の方が主体ということで、私はあくまで、まあ、この作成はしましたけど、基本的にはあの連絡役というような、要するにさっき言ったように、一応代理を認めてないので、あの特捜部は、一応代理にはならないですから、今回は市民の方が出されたけど、私は、まあ、こういう連絡役というか、まあ、実際の書類を作ったりとかすることはありますから、連絡をするんですけど、ちょっとそういう役割で、あくまで主体が、の、配っているので、作っております。あと、その、この告発状の中に、その、立候補することを期待して、支持を表明することを求めていただきますけど、この支持ってのは、支援の支持なんですか？あ、そうですね。この発言はちょっと、誤字ですね。はい。あの、シミュラーの、はい、支持する。支持してほしい。あの、推薦支持してほしい。推薦支持っていう感じです。で、あと、この、公務員の地位利用っていうのに関して、はい、小池さんと、この長友さんとの関係で、これが地位利用に当たるっていう、こう、見解なんだと思うんですけど、はい、そのあたりのちょっとこう、そこら辺どうなのかっていう説明をいただきたいと、はい、あと、この選挙運動をしたっていう、この選挙運動をしたっていうのに関しても、ちょっと一言説明。まあ、ですから、まさに小池さんとしては当然、第3期、目指してですね、出馬しようとしてたとは思いますので、それが選挙活動ということですが、そのための、それを、まあ、推薦というか、周りの方が推薦する彼女を、あの第三者の責任にしようというですね、そういうふうに推薦させるという行為、それがまさに、立ち入りを、それが彼女の強大な権限を背景として、さっき言われましたね、要するにこれを断ってしまうと、不利益を受けるかもしれないというふうに思わせるような状況下で、それを頼む。もちろん頼んだことも否定はしているんですけど、そういう状況として何もなくてこれができるわけがありませんし、その場面としてこういう市長会とか、ね、そういう、まあ、ある種法的な場を利用してというか、そういう場面を使ってそういうことを、まあ、働きをしているということから、これはやっぱり地位利用であるというふうに考えたし、選挙運動っていうのは何かこう、まあ、選挙出るということですね。選挙出るための活動、選挙活動、なんかごめんなさいね、あの素人考えですけど、選挙運動っていうと、そのまあ投票を呼びかける行為っていうのがなんかこう当たるに近くなんですけども、こういう行為も選挙運動だっていうふうに法的に言えるっていう見解で、そうですね、だから結局当選を目的とする行為で、彼女としては当然そういう支援を得たことによって、あの当選をしやすくする、でそういうことを逆に言うと、で52の市町村の村長がそういう指示をしたと見ると、一般の人もね、みんなこれはやっぱり小池さんってそういう人なんだっていう、それなりのそういう意味がありますので、それがまさに当選を得させるための活動といいますか、行動ということで、でこれをそういう選挙活動を捉えています。ちなみになんですけど、まあ、あってもなくても、まあ、変わらあの構わないですけども、過去にこういうその外交類似したような行為で、なんか違法だっていう捉えられたりとか、あるいはまあ違法じゃないっていう判断とか、地理用で有罪だったケースはあるんですが、こういうケースでもあんまりないというか、まあ、僕は比較的こういうケースはもつくあの、まあ、ないと思うんですね。今までなかったというか、普通そういうことはしないというか、普通のことはしないので、あの問題だったらないと思うんですけど、あのただ過去には地位利用で有罪になった裁判例というのがあるんです。それは類似したものがなんかあるんですか？こういうものっていうのは、さっき言ったように、普通こういうことはしないと思うので、あんまり問題になったことはないと思うんですね。あのそういう意味では、そんなケースも、有罪だったケースもそんな多いわけではありませんし、ちょっとこういうもっと露骨だといいますか、音が多いので、あのこれはちょっと非常に珍しいというか、
形態としては、ね、ただやはり東京都というですね、この強大な権限を持っている方が働き先をね、その市町村長に対処したという事実は非常に重いと言いますか、というふうに思いますので、それが地位領だというふうに厳しくやっぱりしなければいけないのではないかということで、今回これを申し上げました。なかなか分かりにくいですけど、逆にこういう行為が違法じゃないですよって判断が出たことってないんですか。いや、それもないです。逆にケースがそもそもないです。こういうケースは。分かりました。ありがとうございます。あ、すみません、あと2点あるんですけれども、今あの先生、普通はしないというふうにおっしゃったかと思うんですけど、普通はこういったことをしないとおっしゃったかと思うんですけど、だから普通はやっぱり、あの、なんて言いますか、それまず非利用と思われてはいけないというふうに、やっぱ普通は抑制的になるべきなわけですよね。ところが、今回それをしたと、もちろん本人はね、後でやっていますけど、そこもね、実は過去の例でも判決がですね、有罪判決の中では、やっぱり本来そういうことはね、選挙の自由公正を害するような行為なんで、まさに自分がその選挙で当選した人がそういうことをしてはならないという、ね、なのにそれをしたということが、あの、情状として悪いということを言われている判決になります。つまりこういうことは自由を利用してそういう選挙の公正を害するような行為を本来してはならない、はずの立場にしたのに、そういうことをしたということが今回の問題だというふうに私たちは言いたいですね。だから今まで普通はないわけです。そういうことはしない、必要はならないという普通は自制すべきことだと思います。わかりました。で、その、こちら、あの、知事の方、知事というか、あの、ごめんなさい、知事じゃなくて、市長側の方、首長側は、知事サイドからの働きかけがあったっていうふうに言ってるかと思うんですけど、はい、こう知事サイドってなんかいろいろ考えられるんですけども。そうです。ただ、言えることは、あくまで選挙の出る人っていうのは、小池さんしかいないわけですから、その周辺の方が、あの、もし、なんかその、すべらしいことだったとしても、基本的には小池さんがやったというふうに見るべきだし、まあ、法的に見れば、それとしては共同制約とか、そういうことかもしれませんが、いずれにせよ小池さんがあくまで候補者なので、周りの職員っていうのはね、どこまででも単なる職員なわけですね。もちろんこれは公務員がそういうことをしてはいけないので、そういう意味で言うと、別にあの個別の公務員がそういうことをしたことも知れるようなのかもしれないんですが、まあ、今回はあくまでやはりそれは、まあ、知事サイドというかね、知事サイドという言葉がありますけど、それはどこまで言っても、小池さんがした行為というのが出るではないかと。もちろんそれプラスその周辺の僕あの東京都の職員もそれあるかもしれません。それ自体もこれ公務員がしてはいけないことなので、当然それはそれでその個別の公務員の地位利用かもしれないんです。ただ地位の利用といったらいいんだね、単なる権限がない職員がしたわけではない。権限あるのは都知事である小池さんですか ら、 だから小池さんがやって初めて今度は地位利用になるので、どこまで言ってもこれは小池さんの行為として見るんですから、周りの人がそれをなんか代わりの言葉を伝えたとしてもですね、それは小池さんの行為として見なければいけないので、うん、じゃあ実態としてあの職員が動いていたとしても、これの責任に関しては小池都知事もあるっていうか、小池さんがやらせてるって言ったとしますね。小池さんの、まあ、まあ、ある意味では小池さんのあの、代理とかですね、うん、記者としてやってるだけなので、うん、行為としてはそれは小池さんの行為としてなければ、うん、まさに地位利用というのはそれで、小池さんに権限があるわけなので、うん、地位を利用するのは小池さんの主催にあり得ないので、職員が利用する権限ではないわけですから、うん、それは小池さんの行為というふうに捉えるというふうに思います。わかりました。ごめんなさい。で、最後になんですけれども、あのこの資料で、このなんだ、そう、署名資料って言うんですか、これ。はいはい、で、これの6番の調布市行政経営部秘書課からの電子メールってあるんですけど、これって、何が書いてあるんですか。これちょっとじゃあ、そうですね、こちらはですね、まあ、私たち の、 あの知人といいますか、まあ、ネットワークの中で、調布市民の方に、まあ、調布市長に対して、まあ、今回の経緯をご説明くださいというようなメールを、しまして、その、結果として、まあ、その市長から返ってきたメールでして、まあ、内容としてはあの、こちらのですね、この資料に書いてある、長友市長のコメントとほぼ同意のことが、ほぼといいますか、まあ、全く同意のことが書いてまして、まあ市長有志が知事に出馬要請をして、それを受けて市長側から、市長有志ではいかがですかというような話が小さいことがあったので、まあ、今回の、要請に至ったというような、そういう、メールの返信がその調布市民宛てに、調布市長 の、 あの代理の、まあ、秘書課からあったという、そのメールの内容を、証拠として提出しているということですね。
わかりました。ありがとうございます。はい。それでは明確なのに今回市長、消費者に対するものだけを取り上げたのは、それが一応明確に述べているというか、そうですね。それがまあ複数あります。いろんな市民の方からの連絡していただいて、それがまあ複数で得られています。この内容の返信があるということです。はい。はい。フリーランスの田中と申します。山下弁護士にお伺いいたします。先ほど公務員の中利用の選挙運動、違法判決が出たとおっしゃってます。それは何年のどんな、わかりますか？ありがとうございます。ありがとうございます。で、これ178人は全部東京都民でよろしいんですか？あ、都民以外の市民です。以外の市民ですね。はい。わかりました。以上です。ありがとうございます。後で弁護します。すみません、内容であります。もう一問だけいいですか？ごめんなさい、すみません。で、先ほどの質問の続きになっちゃうんですけど、ごめんなさい。あくまでも小池知事の責任だっていうふうな、ことかと思うんですけど、仮にこう、公務員、東京都の職員が、こう、まあ、実行部隊としてやってたとして、で、まあ、それだとしても小池知事の責任だとかと思うんですけど、なんですか、職員自体は地方公務員法で、なんかこう、裁かれたりとかっていうことあったりするんですか？それはあり得るとは思いますけどね。まあ、公務員自体は、そういう、まあ、選挙活動をやることしてはいけないという、国家公務員法違反とか、地方公務員法違反もありますので、それはそれで、別途成立しようとなってます、指示を。先で、ね、公務員自体の地位の利用ということは考えにくいので、ただまあ、共犯っていうのがしいんですけどね、小池さん共犯者として、それはあり得るかもしれませんが、でもまあ、それは身分の共犯。まあ、あくまでも、ただ今回に関しては小池さんが。そうですね、小池さんでなければこういうことは、地位がないわけですから、ありえないので、公務員が勝手に何も考えずにやることはありえない、これは絶対小池さんらしい、または、しなければ、絶対こういうことは起きないと思います。なので、小池さんの行為を捉えるべきだというふうに思いますね。ありがとうございます。最初に経緯の説明をいたします。お手元の資料を見てください。都内52首長による小池知事の参戦出馬要請をめぐる動きと書いてある資料です。まず5月28日都内52首長による小池都知事の参戦出馬要請がなされました。同時に公明党都民ファーストの会から出馬要請が出ました。5月29日調布市の長友市長が記者会見で区長有志が知事に出馬要請した。それを受けて市長有志ではいかがかという話が知事サイドからあったと発言。これは、東京新聞の記事になっています。5月30日日野市の、大坪、はい、じゃあ、始めさせていただきたいと思います。本日はお暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。ですね、まず最初に、今回の、告発に至りました経緯の方を説明していただくと思いますので、その続きをさせていただきたいと思います。5月30日に、日野市の、大坪市長から記者会見で、小池知事側から我々市長に支援してくれますかという打診があったというような話が、出ました。その次の日5月31日に小池百合子都知事から記者会見で、知事サイドから支援を依頼したのかというですね、質問に対して、知事サイドの意味がよく分かりませんけど、はっきり申し上げると私からの依頼はしておりませんというような説明がなされました。その次ですね、6月6日にですね、私たち52市長による小池都知事への出馬要請に怒る都民有志が、都庁記者クラブで記者会見をいたしました。その際ですね、29の区市村で住民が抗議文や質問状を地元自治体に提出する動きがあるというふうな報告をさせていただくとともに、仮に小池知事から働きかけがあったのであれば、公職選挙法に抵触する可能性もあり、刑事告発も視野に入れているというふうにお伝えさせていただきました。
その後ですね、いろいろと動きがありまして、6月17日には国立市の議会で、国立市からの小池都知事の都知事選出馬要請の取り消しを求める陳情に対する総務文教委員会での審議で、永見市長が三玉のある市長のところに知事サイドから出馬したら支援していただけるのかという打診があった、支援してくださるんだったら連絡くださいねというので口頭で連絡したというような発言がありました。また昨日ですね、東村山市議会では渡部市長が答弁の中で、都知事の周辺からある市長に対して出馬した際には多摩の市長さんたちからも支持をいただくことは可能なのかというような打診があったというような発言をされています。このような形でですね、複数の市長の方々から小池都知事サイドから打診があって、その5月28日の参戦出馬要請がなされたというような証言が得られましたので、今回告発する流れに至りました。じゃあ続きましてですね、山下弁護士の方からですね、本日の告発の内容についてご説明していただきたいと思います。じゃあ皆さんこんにちは。大丈夫ですか。すみません、今お話がありましたように、大沢さんからお話がありました経緯で告発をするということで、実は本当はですね、今日朝10時に提出する予定だったんですけども、当然になって大変告発人がですね、ものすごく増えた関係で、書類の作成がちょっと遅れていて、ほぼ完成して出せる状態なんですが、ちょっとこの記者会見があったのでまだ出してないんですけど、この後すぐに出したいと思っております。で今日は告発状というですね、書類の方を配っていると思うんですけれども、これが一応その当事者の名前とかですね、そういうのは受けしてますけども、内容としてはほぼそのまま告発状の内容で、この後今目録言いますかね、告発人の目録がついているという状態でございます。で今3つのですね、市に関するその働きかけの話があったんですけども、今回告発事実としては、調布市長に対する働きかけをですね、取り上げて、それを市利用であるということで、今回公職選挙法違反になるということの刑事告発をすることにいたしました。そもそもこの3ページを見ていただきますと、この公職選挙法がですね、136条の2という規定が、この市利用に関する規定で、このようなここに書いているような規定がございます。でこれについてはまだ立候補する前といいますかね、候補者となろうとするものも含むということでございますので、まさに小池さんの場合これに当たるということになります。でそのような人が地位を利用してですね、それで公職の候補者の推薦に関与したりとか、関与することを援助したりとか、他人をしてこれらの行為をさせることが一つのですね、この地位利用の行為として特区の規定されているところでございます。でこの規定に反した場合には、公職選挙法の239条の2の第2項によって、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金という刑罰が定められているところでございます。今回問題になっているのは、その東京都都知事がですね、その自らのですね、立候補に関してといいますか、出馬に関して、52の市町村長がですね、これを要請するというような文書をですね、出馬要請文という、そのようなものに連名でですね、出すということについて、それを要請したということになります。で言うまでもなく、東京都知事というのは強大な権限を持っているわけですが、とりわけ東京都というのはですね、これは4ページの方の産業名が書いてますけれども、非常に東京都の年間予算というのは約13兆円というですね、インドネシアの国家予算にも匹敵するほどの非常に大きなですね、予算がありまして、東京都知事というのはこの予算のですね、に関する裁量権が非常に大きいと言われています。またですね、職員、東京都の職員もですね、16万人いるということで、これにつきましては非常にその人事権をですね、持っているということになります。それで今回のですね、ことに関してはこの中の引用したところでは、2ページのところのですね、3番のところに引用していますけれども、この要請があった日の同じ日にですね、これは立川市のですね、立憲民主党のですね、鈴木都議がですね、ツイッターでこのことを批判したということが報じられているところです。でここにはですね、私たちのところにも事前に情報を寄せられていたのですが、これはひどいと、小池知事から都内の
部長会、区長会に小池知事宛ての出馬要請文に名前を連ねるように依頼があったそうですと。である自治体の市長は賛同しなかった場合の報復を恐れて受け入れざるを得ないと、まさに踏み絵ですと前のことを言っているところでして、でさらにこのそうしたところにもですね、要請文に名前を連ねた 方の中には自ら進んで名前を書いたわけではない市長さんもいらっしゃるそうですと。というのも規模が小さい自治体ですと、副市長や部長など幹部クラスを都庁から派遣してもらっていることが少なくありませんと。そうした方々の引き上げなど嫌がらせを心配してやむを得ずの気持ちで名前を書いたという方もいるそうですと。このようなことがフラッシュというですね、雑誌のオンライン版で紹介されているところです。そういうことからですね、今回これ今市民の方々からもですね、各市長この賛同した方の市長に対するさまざまな抗議文やらですね、情報開示やらその陳情やらがされているということがございます。今回ですね、この特に調布市長がですね、自らそういう要請があったということを認めておりまして、今回そういう意味でこれをですね、この調布市長の行為に対する、地位利用行為というものを捉えて、公職選挙法の先ほどの規定に反するということで刑事告発をしたという次第でございます。で、言うまでもなく先ほど言った強大なですね、権限のもと、そしていろんな予算ですね、いろんな補助金とかさまざまな予算についての権限を持ち、あと今言って人事的にもですね、そういう重要なポストのですね、人材を都庁から派遣されていると。そのような中でこれを断ることはですね、大変な不利益をもたらすということで、やむなくといいますか、それに賛同した方もいらっしゃるということが書いてあったところで、それはまさにそうだと思うんですね。それはまさに地位を利用したということになると。そのような自分のですね、権限ですね、そういうことがあることを背景として、ですね、したというふうに考えられます。このことはですね、そうですね、もともとはい、この3ページの一番下の5番のところ書いてますけど、地位を利用してという意味は、その公務員としての地位にあるがために、特に選挙活動を効果的に行えるような影響力または便益を利用するという意味であると。職務上の地位と選挙運動の行為が結びついている場合を誘導されているということでありまして、まさにこれに当たるというふうに私どもは考えたということでございます。これに基づいて、で今回ですね、ちなみに加わっていない10個のですね、市長市や区がございますので、ありますが、これらはおそらくやっぱそのような小池さんのですね、そのようなことに関して、やっぱそれに対して反発といいますか、それどうしても納得ができないということで、おそらく署名をしなかったのではないかというふうに考えられるところでございます。で、先ほどあったように、それ以外のですね、さっき言った2つの東村山と国立市の例がありました。ただそちらに関してはですね、自分が直接受けたと言っているわけではないものですから、今回そこを外して調布市長は自分で受けたと言っているので、その調布市長の行為に対する働きかけを地位利用行為というふうに私たちは考えて、その点を告発事実として今回告発を作成したという次第でございます。これにつきましては、やはりこのような行為はですね、自由公正であるべき選挙公正を害する、それに不当な影響を及ぼす行為でございまして、非常には問題のある行為であるというふうに考えられますので、私たちとしてはこの厳しく刑罰をもってですね、対処すべきであるということで、東京地方検察庁のはですね、特捜部直告係に対する告発状をこれまもなくこの後出すということを考えているところでございます。私からは以上です。そうです、ありがとうございます。じゃあ今日参加していただいた方にも一言ずついただきたいと思います。はい、東村山市の藤田正美と申します。会社を経営しております。私はこの事件は最初にやはり報道で知ったんです。でその時はまず東村山、私のいる東村山市市長が今市長会の会長をやっております。そしてこのやはり名前を連ねて出馬要請したということに大変怒りを覚えました。というのは、市長はやはり住民から選挙で選ばれていますし、住民はさまざまな政治思想意見を持った人がいますので、やっぱり市長という肩書きを出して、出馬要請を特定の候補に出馬要請を出すというのは
こう自由に市民が選ぶその判断に影響を及ぼしてしまうんじゃないかと、そういうことをしたらならないと思いました。しかしこのことに関わって私も抗議文それから情報開示請求をしたんですが、先に情報を公開質問状を出している方がいまして、その方から東村山市長の回答、それから調布市長の回答、新宿区長の回答などを見せてもらったり、知り合いの市長さんにちょっとお話を聞いたりして分かったのは、そのもちろん名前を連ねて要望を出す首長も問題ですが、それ以上に、都知事という職権、非常に強い立場を利用して区長会市長会の方に働きかける、そして支援支持表明を取りまとめさせるということをした小池都知事の方により怒りを感じるようになりました。というのは東村山市のような多摩の自治体は非常に財政が区分に比べて弱いものですから、市町村総合交付金というものがないと財政が成り立たないところもあります。東村山市も副市長が東京都から派遣されています。そしてこの時点、この市長会があったのが24日で、その時点で、蓮舫氏はまだ出馬表明をしていなかった。というのは今日対抗馬として有力な人がいない状態で小池都知事は出馬がもう確実視されていましたから、今の状態でこのままいけば小池都政の3期目はほぼ確実だと、その中でここで一緒に加わらなければどのような影響があるんだろうかと心配して、いわゆる踏み絵という言葉も出たそうですが、踏み絵を踏まざるを得なかった首長さんも少なからずいたと思います。で、小池都知事は最初は区の方から有志が出馬要請をしてきたと言ってるんですが、それならそこでその出馬要請を受け止めて終わればいいんですが、それを受けてさらに、市長会区長会の方にでは出馬したら支援していただけるのかと、そういう打診をした。それによって、踏まざるを得なかった首長さんたちが50人も集まってしまったと。でその過程を知っていながら、シャーシャーとその支持表明で出馬要請文を受け取っていると。これはもう自作自演の茶番だなと非常に怒りを覚えています。178名ぐらいの市民の方が告発人に加わっていますが、その一人として今立って皆さんの意見を代弁できているわけではないと思いますが、怒りを感じているのは皆さん同じだと思います。以上です。文京区在住の菅谷と申します。今回出馬要請を受けまして文京区議会への要望書を送っております。区長が区議会を通さずに出馬要請をする権限があるのか、どのようなプロセスで出馬要請がなされたのか、そしてなぜ7つの公約を1つも実現できない小池都政を支持するのか、6月の文京区議会でご説明いただきたいと要望を出しました。これに対しまして区長は政治家一個人の立場で政治活動として行ったものですと、で区としては一切関与しておりませんという定型文のような回答メールをいただいたのみとなっております。で今回の出馬要請ですが、応援要請がいつの間にか出馬要請になっていたとか、小池知事からはそんなこと言ってないとか、いろいろなことが聞こえてきております。ただ一つ、はっきり言えることは、先ほど来皆さんおっしゃる通りで、都知事は都下の区及び市に対して非常に強大な権力を持っているということです。
で、予算措置はもちろんのこと、人事面でも、まあ、文教区でも、都の職員が、いらしていただいているというところもありまして、副区長ですとか教育長などの要職に、派遣されていることが多いと。でこういった都からのお金も人も引き上げられてしまったら、市区の運営に大きな影響が出るということは明らかです。区民の不利益を被ることは避けたいという市長及び区長の気持ちを逆手に取った、これはまさに地方自治を破壊する踏み絵だと思っております。これは言った言わないのレベルの話ではありません。私たちはこの強大な権力を持ってしまった小池都政から私たち市民の都政を取り戻すために、今回この刑事告発の告発人にならせていただいております。で、短時間の呼びかけにもかかわらず177人の、方々が告発人になったと聞いております。でこれ、もっと関心持っていただいていい事件だと思っております。これ本当に東京都に限らず、もう日本の政治の腐敗を象徴するような事件なのではないかなと思っております。で本日マスコミの皆さんに、今回の出馬要請をはじめ、外苑の再開発ですとかプロジェクションマッピングですとかの、小池都政の問題を、諦めることなく私たち市民と同じ熱量で、追及して報道し続けていただきたいと思っております。ありがとうございます。世田谷区から参りました滝と申します。今回の問題は今皆さんがおっしゃっているいろいろな問題噴出している根っこは私たちが私たちの生活や日常を預けるはずの政治、その政治の世界で倫理観が徹底的に失われてきた、そういうことの表れの一つだと思って私は深い怒りを感じ、今回告発人に名を連ねようと決意いたしました。そのことは私たちの社会の中に倫理観があるかないか、それは政治家が一番その責任を持って行動していただかなければどうしようもないことがどんどん起きる。そして自治体の市長、特に都知事というのは非常に大きな立場の方ですね。また各自治体の市長の方々も一体政治、自分たちが預かっている政治は誰のためにあるものなのか、誰のためにやっているのか、その視線の先に誰が見えているのか、そういうことが問われる事件だと思っています。彼らが自分たちの眼差しを自分の利害、あるいはポジション取り、あるいは仲間内の話、そういう狭い範囲で見渡しているから自分たちの恥ずべき行動が見えなくなっているんじゃないかと私は思います。都知事はもし再選を願い立候補するのであれば正々堂々とご自分でお立ちになればよかっただけのことではないでしょうか。違いますか。なぜ皆さんが私を強く押してくださるから、みんなが頼んでくるから私やっぱりやらなくちゃっていうシチュエーションを作らないと出られないんですか。そういうことってとっても恥ずかしいと思うし、そのシチュエーション作りにやはりその後の力関係のことがあるとはいえノーということができずに乗っかってしまっていく事務方の方、あるいは各自治体の市長の方、自分たちのやっていることが何なのかもう一度問い直していただきたいと思うし、そういうことを許してきてしまう社会を作ってしまった私たち自身ももう一度自分たちの投票の結果、あるいは投票に行ったか行かないか、普段忙しさに紛れて物事を見過ごしてきていないかどうか、そういうことを問い直さないといけないと思います。今回の都知事選は日本の今後の動向を
注目されている本当に大きな選挙になると私は考えています。それは日本の中で首都東京で多様性と人権が見える形で都知事に現れるかどうか、それがもし否定されたら私たちの今後はどうなるのか、そういうことでもあると思っています。世界的にもいろいろな面から私たちは注目されています。私たちが自分たちの生きていく社会を自分たちでどうやって一歩一歩作っていかれるのかどうか、深い反省も込めて今回の告発が生きたものとなるように願っております。以上です。調布市に住んでおります高田恵子と申します。私は建築の仕事をしておりまして、渋谷に事務所があるものですから、神宮外苑の開発の問題については大きな関心を払ってきました。まあ、それで取り組んできてもいますけれども、もう2年前になりますけれども、東京都の環境審議会があったときに、まあ、都民の声を聞くということで、会が催されたときにも神宮外苑の開発がおかしいのではないかということで声を届けたつもりでいます。なんですけれども、小池都政はなかなかそれに対しては、自分のせいではないというような形で、ここまで来ているわけです。で、この間のですね、5月のその、市長による、参戦要請がテレビで映された時に私は本当にびっくりしました。そこに長友市長の姿が映って頭を下げていらっしゃったんですね。長友さんは市民派っていうことで、出られた時に私たちも、今までずっと応援して支援をしてきたつもりです。なんですけれども、やはり調布駅前再開発の問題とか、それから外環道の問題でやはりいろんなことがあって、立場がそれぞれ違う意見があったりもしてきています。ただやっぱり今回のことで本当に住民と市民としてはもうこれでちょっとこう裏切られたなという気持ちが非常に強くてですね、さらに小池都知事からの働きかけがあった、それに応えたということを知ったときにはもうこれで完全に信頼関係が崩れたなというふうに感じました。小池さん その神宮外苑あるいはその他の都内のいろいろな再開発へ の対応を見ていますとね、今回のこういった働きかけあってもなんか不思議ではないなというような気も実はいたします。そういう意味で小池都政がこれからもこういう形ですごく汚いやり方で続いていくということに対して非常に怒りを覚えますということで今回告発人にならせていただきました。以上です。一つ訂正なんですけども、全体の、告発人の数なんですけども、こちらに178名というふうに書かせていただいているんですけども、ちょっと情報に不備のある方とかがおりまして、最終的に、告発状で提出のは170、私含めて175名、全体で175名ということでよろしくお願いいたします。はい、じゃあこれから質問に移らさせていただきたいと思います。質問のある方は挙手していただいて、お話しいただければと思います。マイクを回させていただきますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうしますと今後の動きですね、今日この告発をして、はい、今後どういう流れになるのかをご説明願いたいと思います。はい、刑事告発というのはまずこの東京地方検察庁特捜部の直告係というところに提出します。その上で大体通常に2、3週間ぐらいで受理するかどうかということについて検討して結果が来るんですが、
比較的多いのはですね、この書類のこの部分が不備があるとかですね、こういう書類が足らないとか言ってこう繰り返してくることも結構あります。その場合もう一回それを直して補正してもう一回出し直すことになりますが、その後はですね、この東京事件というところは何の連絡も来ないんです。もう捜査をしてするということ、まあ、受理をするということになった場合でもですね、ですし、あの不備が直してもう一回送った場合にそれを受理したとかそういう連絡もなかなかあんま来ないんですね。であとはまあ捜査しかるべく捜査して、どっかで突然服装しましたって服装処分が通知書というのが送ってくるということがありますけども、その後もブラックボックスというか彼らの捜査ですので、ね、まあ、いずれにせよ今回はこの都知事選がありますから、いずれにせよそれが終わらないと捜査とかできないでしょうし、まあ、いずれにせよその上で検察庁の方でしかるべくですね、やるという、ちょっと私たちでもその後出した後はなかなかどうなるっていうか、いくのかっていうのはちょっと全く、まあ、ブラックボックスになって見えないというところでございます。被告は厳重な処罰を求めると書いてありますが、はい、その厳重な処罰はどの程度のものを期待しています。これは2年以下の禁錮と30万円以下の罰金ですので、ね、まあ、その範囲でということになります。これはまあ上等目ということでして、告発状というのは基本的に刑罰、処罰を、ね、受けさせることを求める意思表示ということで、まあ、いわゆる通常の被害届ってありますけど、被害届は単に事実を申告しているだけで、告訴とか告発というのはまさに処分を求める意思表示ということで、そういうことでこれを記載しているので、まあ、今言ったその範囲の中で厳しく罰してくださいという、そういう趣旨です。他にいかがでしょうか。はい、あ、じゃあちょっとマイクをすいません。フリーランスのライターです。大沢さんと、山下弁護士にそれぞれお聞きしたいんですけれども、大沢さんからは、まず市民の視点で、この問題についての、一番、問題だと思っていることをお聞かせいただきたいのと、山下弁護士からは法的において何が一番まずいのか、この問題においてどこが問題になっているのかということを改めてお聞かせください。はい、じゃあまず私の方から、市民の視点で、今回の問題どこが問題かというところについてお話しさせていただきたいと思います。先ほど来から皆さんもお話しさせて話しているところと重複してくる部分があると思うんですけども、やはりですね、その小池都知事がその都知事というですね、非常に大きな権限を使って、それで市長さんや、その区長はどのように、区長は自発的に動いたというふうには言っているんですけども、市長さんに、そういったですね、かなり、プレッシャーをかけて、それで、私を支持するのか支持しないのかみたいなことで、判断をさせて、それで従わせたっていうところが非常に、汚いやり方で非常に許せないなというふうに考えております。それを、さらになんかそのあたかも、その自分は何も関与してなくて、それで あちら側からその、要請が自然になされたみたいな形でさらっとそれを受けて重く受け止めますみたいな答えをされていたと思うんですけども、全くその自分は何も関与してなくて、その50人の市長が自らの意思でやったことですよみたいなことの見せ方をして、パフォーマンスですよね、小池さんが好きな、そういったところが非常にも卑劣で許せないやり方だなというふうに市民として感じております。はい、法的といいますか、基本的にこの地理利用に関しての規定というか、公職選挙の規定があることは確かですので、あとは一つはまず事実として、当然今小池さんはこれを否認と言いますかね、やってませんと、そんなことしてませんと言ってますから、そういう場合にそれがそもそも認められるのかどうかというですね、その事実の問題と、それからこういう行為が、今回した行為がですね、仮にこちらが主張した通りだとして、それが果たしてその地位利用ということで公職選挙法に違反する行為と言えるのかというですね、これも法的にはあまりこういう前例がないもんですから、これっていうのはないんですけども、なかなかこれも一つですね、私たちとしてはこれは当然これだけの強大な権限を持った方がこういう行為をすれば、それは地位の利用ですねになるという
ことで今回この違反だということで申し立て告発しようとしてますけども、まあ、これはこれはあとはね解釈といいますか解釈適用の問題というかになってくるというふうに思います。まあ、いずれにせよ非常に何て言いますかね実際はまあ、密室というか見えないところでそういう行為がされてますのでこれが本当にその行為があったかどうかが一番おそらく最大の問題でその証拠がですねあるのかこちらはまあ働きかけはあったとは言ってますけどそれがそのいわゆる地位利用的な働きかけとまでは言ってるわけではありませんので受けた方もですねそれをもってこの公職選挙法にいうところのいわゆる地位利用があったと言えるかということに関しての事実認定上の問題と法律の解釈適用上の問題があるというふうに考えています。よろしいでしょうか。他に質問は。あ、はい、はい、じゃあ、すいません、ありがとうございます、助かります、すいません。じゃあ、朝日芸能の田島と申します。山下弁護士に質問でございます。はい、さっきの質問に付随する形なんですけれども、もし今回、検察元、国が今回のこの小池さんの動きを、特に罪に問わない場合、そういう場合は、こういった、今回の小池さんの、まあ、解釈とか認識の、問題かもしれないんですけれども、こういった行動が何ですかね、国や検察からのお墨付きを もらったっていうふうな、もし罪に問われなかった場合、そういうふうな解釈を取ってもいいものなのかどうか伺いたいです。まあ、一つはね、まずそもそも受理されるかどうかというのがありまして、受理されればそれが不起訴になった場合はいわゆる検察審査会というですね申し立てができるので、当然それをやることになるとは思うんですけども、まあ、そもそも受理するかどうかということで、まあ、だから検察東京地検ではですね非常に消極的なので。なかなかその受理そもそも受理すること自体が非常に消極的ですので、いろんな理由をつけてですね証拠が十分でないとか行為が明確でないとかいろんなことを言って受理をしないというか事実上書類をね送り返してきて受理しないということが結構あります。まあ、その辺が一つのハードルで、ただそれがあったからといってこの行為を別に認めたわけでも何でもありませんし、まあ、むしろそれが今言ったようにもし受理をした上で不起訴だということであればね嫌疑不十分という理由であればそれはまあ、検察庁のそれなりの判断が示されたことになりますけど、受理されなかったとかですね、いうことであればそれは決して検察が何か判断したわけでは別にないわけです。単に受理してないというだけなのでそれによってお墨付きを与えることにもなりませんし、やっぱこの行為をしたということがこれだけの市民の方から告発を受けたという事実はですね残りますので、それはやっぱきちっと何て言いますかね社会的にといいますか政治的にというか批判がされるべきだし、そのことを踏まえて、選挙民の方々はですねきちっとやっぱりこの選挙の投票をですねしていただきたいというふうに思います。まあ、そういうこと告発を受けた方であるということを前提とした、まあ、投票活動でしていただきたいなというふうに私は思うと思いますね。はい、すみません、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、受理されない場合の理由ってのはどういったことが想定されるんでしょうか。いやですから今言ったように何も検察庁はですね書類を繰り返してくる場合は理由というか要するに行為が特定してないとかその証拠が十分でないとか、まあ、いろんなことを書いて構成要件に該当する行為としてこの記載された内容がですねそういうふうには認められませんとかいろんなことを書いてれば送ってきますんで、まあ、そうではありますけども、ただそれはもう検察庁って非常にそういうところですので、とにかくは受理をしたがらないので、よっぽどのことはない限りなかなかですね簡単には受理しないということで、もいろんな形式的な理由といいますかね書類の不備とかいろんな理由をつけて返してくるので、今言ったさっき言ったようにそのことが受理されなかったということが決してこの行為を認めたとかそれが法律に違反しないと判断したとか直ちにそういうことにはならないと、要するに、まあ、不備といいますかね書類の不備的な理由でだいたいクロッと送り返してきますので、決してそれは検察庁はこの行為を違法ではないというふうに判断したということにはならないというふうに思います。ありがとうございます。他にどうでしょうか。大丈夫でしょうか。時間も結構じゃあ、はい、すいません。ちょっと、フリーの一線屋と申します。ちょっとですね、運営の方に、お聞きしたいんですけれども、はい、先ほど175名、はい、ということなんですが、ちょっとこの経緯をちょっと詳しく教えていただきたくて、はい、例えば何月の何日の何時から何時で、知り合いを通してなのか、それともなんかどこに告知したのかって、その募集経緯をちょっと教えてください。はい、ですね、募集経緯に関しましては、募集を開始したのがですね、先週の日曜日といいますか、先週の日曜日なので6月の24日ですかね、
23日の、夜に募集を開始して、それで、昨日の夜に、募集を打ち切ったので、まあ、2日、実質2日ですね、2日募集を期間としてはありました。それで、募集方法に関しては、SNS では出してなくて、コアメンバーが、まあ、そのメールで、知り合いに流して、さらにこれを拡散させてくれっていうような形で、メールを主体として、募集をしました。それで、まあ、の応募自体は200人以上あったんですけど、ちょっと情報の不備などがありまして、今175名になったということです。はい、はい、ですか、コアメンバーにした理由は何でしょうか。コアメンバーといいますか、最初にちょっともうやろうって言ってたメンバーが3、4人いまして、そのメンバーから、知り合いにどんどん流していったっていう、そういうような流れです。まあ、例えばなんですが、まあ、SNS などを使わなかった理由は、そういうことですよね、はい、SNS を使わなかった理由はやっぱり情報が漏れると嫌だなっていうのを思いまして、なんかそのまあそれだけなんですけど、その小池都知事をその告発しようみたいなことをやると、なんか邪魔してくる人もたくさんいると思いましたので、SNS は使わないで、なるべく知り合いのメールでということでやりました。それでですね、はい、告発が今175人ということなんですが、はい、これは法律的な問題になると思いますが、はいはい、これは、後から追加できるものなんでしょうか。どうなんですかね。いや、基本的には今回出す告発に関してはこれで確定的になるので、減らすことは。いずれにせよ、なんていうかな、後で追加はできないです。出す以上は。わかりました。ありがとうございます。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、よろしいですかね。はい。では、本日はですね、はい、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。先ほど、無事に小池百合子氏を刑事告発する、告発状を、東京地検に、出してまいりました。無事受理されました。告発の、人数なんですけども、175名の市民で、小池百合子氏を、刑事告発するというような内容です。はい。こちら受理されましたので、これから、検察の方で、審査が始まります。まあ、2週間後ぐらいをめどに、その内容が、まあ、どうなのかということについて検察から、判断があるとのことです。まあ、小池都知事の、まあ、今回その何の件についての刑事告発かというと、まあ、先週ですかね、弁護士の小島敏郎さんによって、その学歴詐称、海洋大学卒業という学歴詐称、学歴について、詐称があるんじゃないかという、ところで刑事告発はされたところなんですけども、私たちはですね、まあ、こちらにも書いておりますが、まあ、都内の市長らによる、都知事と、まあ、都内の市長らに、まあ、都知事選出馬要請の踏み絵をさせた、まあ、これがですね、公務員の地位利用にあたる、公選法違反に、なるというようなですね、内容で、今回ですね、刑事告発させていただきました。これどういうことかというと、5月の28日、先月5月28日にですね、都内の52の市長によってですね、52の市長がですね、小池都知事に、都知事選参戦出馬を要請するというですね、出来事がありました。最初はですね、まあ、それ52の市長の、個人的な意思によって、その要請がなされたのかというふうに、報道されてましたが、実際、いろいろな話がその後出てきてまして、例えば調布市の市長は、小池都知事サイドから、打診されて、それで今回の要請に至ったというような証言をしてまして、また日野市の市長も同じような形で、小池都知事側から打診があったので、今回の、出馬要請に至りましたみたいな証言がですね、その後続々と出てきておりまして、これはですね、その東京都都知事、小池百合子都知事サイドからですね、まあ、その、この出馬要請を、まあ、打診した、依頼したっていうことになれば、それはですね、本当にもう、
都知事という非常に強大な権力を持っている人が、まあ、お願い、まあ、その君たちやってくださいねって言われたら、まあ、市長たちは従わざるを得ないですよね。それで断れる市長っていうのは、まあ、よっぽどの、市長じゃないと断れなくて、まあ、それでほとんどの50人の市長が、まあ、従ってしまったというようなところだと思うんですけど、これ本当に、ひどいしおかしいことだというふうに考えております。そうした都知事の権力を使ってその 下といいますか 下じゃないんですけども、市長に対して、まあ、出馬要請をしてくださいねみたいな、そういうですね打診をするというのは本当に裏でですね、そういう打診をするというのは本当に卑怯で卑劣なやり方だと思います。それをそして表にも出さないで5月28日要請を受けて重く受け止めますみたいな、そういうような発言を小池都知事はされているんですけども、これは本当にまあ人間としての品格を失う疑うようなですね、そういう出来事だというふうに私は考えております。それでですね、まあ、今回、告発するに、告発しようというふうな形で考えました。無事受理されたので、今後の動向をぜひ、皆さんも、注目していただきたいというふうに考えております。じゃあですね、せっかく今日集まってきている人、集まってくださっている人もいるので、ちょっとマイクを変わってちょっとお話をしていただきたいと思います。ちょっと、はい、今回告発人の一人として名を連ねさせていただきました。こういうふうに声を上げてくださる方がいらっしゃって、私も賛同できる場を作ってくださったことにとても感謝しています。日野市に住んでるんですが、日野市ではこの件に関して2件請願が上がりました。で、他の地方自治体でも何件も請願陳情が上がっているというふうにお聞きしました。とても心強いというか、当たり前だと思うんですよ。やっぱりおかしいことにはおかしいっていう声を上げられるっていうことがすごく大事だと思っていまして、でもこの東京都の首長さんが10人しかおかしいよねっていう風な態度を表明できなかったということにも危機感を感じています。地方自治法がやっぱり改悪されようとしている今ですので、首長さんが都であるとか国であるとかにこれおかしいよねっていうふうな、私はそれはできませんっていうことさえ言えなくなるとすごく怖いなという私は思っているんです。なので本当に今回のこの件は東京都内だけの話ではなくて、やっぱりみんながどういうことですかって せめて経緯、詳細の経緯を公開してくださいっていうふうな声さえも届かないっていうことは、やっぱりそれは見過ごしてられないというか、これほっといたらやっぱりどんどんもうみんな声を上げられなくなってしまう。ただでさえ党議会では小池氏のにが答弁しないことに対してどうかって言った議員さんが退席させられるとか、そういうことがもう実際に起こってますので、ちょっと怖いと私は思ってるんですよ。なので首長さんたちが声を上げやすいように、それをバックアップする市民がいっぱいいるんだっていうことを、やっぱりみんなで声を上げられたらいいなと思って、その一つとして今回本当に山下弁護士さんにも感謝いたしますし、こうやって声を上げてくださった皆さんにも感謝いたしますし、まだまだこれからみんなでいろんな形でこう声を上げていけたらいいなっていうふうに思っています。どうもありがとうございました。自分がもし首長だったとしてですね、こういうのに乗らないかという打診があったときに断れるかと、その後の仕打ちがどうかなってことはやっぱり考えると思うんですよね。都議会ではまあそういうことに抗議した議員に対してですね、あ、お前のところは交付金いらないのかと、お前の地域は交付金いらないかと、そういうヤジが飛んだっていうんですよね。
で、まあ、そういうヤジが平気で出るくらい、やっぱり常識的に、うん、逆らったらいろいろ、案に、仕打ちがあるよね、どうしようかな。自分だけの意思じゃなくて、やっぱりこれ、もし交付金減らされていろいろ意地悪されたら、一般の市民に影響があるわけだから、どうするかな、まあ、大きな流れに乗っていくかな、というような、そういう、その、ひどい同調圧力ですよね。まあ、同調圧力よりもっと強いかもしれないですね。そういうような、政治のあり方っていうのは、とても良くないと思うんです。ということで、まあ、きちんとした、告発がされると良いと思います。ありがとうございました。私は52の、はい、市町村じゃない、市区町村の町が小池さんに出馬要請をしたっていうのを新聞でちらっと読みまして驚きました。それ首長っていうのはいろんな全員がその人に投票してなってるわけじゃなくて、いろんな意見があって、まあ、今回はその人にな投票があって、まあ、その中で一番投票数が多い人がまたまたまなってるだけのそんなもんなのに、その人たちが、なんかその自分のその、なんですか、まあ、区で言えばその区民のいろんないる人たちの声を無視して、反対小池さんに要請するっていうのはいかがなもんかって思う人も結構いる中で、要請したっていうそのことに驚いて。非常に無責任な人たちがいっぱいいると思いました。それに、連ならなかったのがたったの10っていうのは、もう本当独裁体制が敷かれているなと思って、知らないうちに、私たちは割とのんびりなんとか民主的なのかななんていう感じが、まだありますけども、もっと警戒しなきゃいけないと思いました。で、そういうところで、今回、告発をするっていうことを始めていただいた方たちに本当に感謝します。本当にありがとうございます。大変だったと思いますが感謝してます。私自身もまたいろいろちゃんとしていかなきゃいけないなって思ってますので、またよろしくお願いしますと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあ、そのような形で、今回175名の、市民、大半は東京都民ですが、まあ、この、都内の市長による、参戦出馬要請のこの自作自演に対して非常に、怒りを感じているというところをまず一つぜひ皆さんに、伝えられればと思います。今後もですね、この関連のアクションをですね、街頭でもどんどんやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもご参加いただいて、これに対して、まあ、怒りを覚えている。たったですね、募集人数、募集期間なんですけども、たった2日ですね、2日間、私たちの周りの人たちに SNS とかでしかも募集したのではなくて、ただですね、まあ、メールで回してくださいっていうふうに知り合いの方に回してもらって、そしたらですね、最初、まあ、50人ぐらい来ればいいかなっていうふうに考えてたんですけども、あっという間に200人以上の応募がありました。それぐらいですね、やっぱり今回の件についてはですね、まあ、怒りとか腹立ちとかですね、まあ、不信とかを覚えている人は非常に多い事件だと思っておりますので、これはですね、まあ、その選挙のごたごたで、決してですね、流していい事柄ではないと思っておりますので、今後も街頭に出てこの件も訴えていきたいと思いますし、検察にしっかり、この件について捜査していただきたいというふうに考えております。引き続き、ぜひ、注目していただければ幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。